久保さん。以前ですね、セミナーやった時にですね、またある主婦の方がですね、参加していただいて、ブログセミナーだったかな。で、セミナー中ですね、こんな質問というか、そのセミナー入る前にね、今日どんなこと聞きたいですかって、まあヒアリングちょっとしたんですけど、吉田さんと。あの、わかりましたと。あの、今まで時間が、あの、なくて、ブログ書けなかったんですけども、その、なんか、 えっと、仕事を辞めることになって変わる転職変わることになったのかなで、1ヶ月ぐらいなんか猶予があったんですよね。で、時間めちゃめちゃあったんですよ。で、吉永さん、時間できたんだけど、結局できませんでしたと。だから、結局、時間のせいではなかったことに気づきましたっていうね <laughs>。このパラドックスですね <laughs>。今までは仕事が忙しくて、主婦の、え仕事と、 え、会社の仕事。で、時間がなかった、できなかったっていうことで、うん、悩んでたというかね。でも、今度、実際時間ができたら、また時間ができたらできたで、なんか、いろんなの、なんか、なんか自分の好きな時間使っちゃったりとか、うーん、なんだ、<laughs> 誘惑に負けちゃったりとか、結局できないっていうね。結局、吉田さんできなかったですっていうね。 めちゃめちゃパラドックスっすよね。今まで時間がないからできないなって思ってた人が時間ができてもできなかったっていうね。これは非常に面白いことかなと思うんですよ。で、ここで、まあ何がお伝えしたいかっていうと、結局、お金がないとか時間がないとか能力がないとか、まあそのできない理由をみんなまあ言うわけなんですけど、別にそれ言っても構わないんですけど、あーそれを理由にする時点でできる素質はないよって話です。 できる人っていうのは、時間があ、なかろうが、あろうが、うん、お金があろうがなかろうが、なんだ、素質があろうがなかろうが、センスがあろうがなかろうが、やるんですよ。うん。やります。だってそりゃそうですよね。なんだろうな、うん、本当に目的地に行きたければ、絶対行くんですよ。 ま、これよく例え話とか出しますけど、例えば、母親がね、交通事故になりました。病院から電話かかってきました。ちょっと既得状態です。で、その時に時間がありませんから行けませんっていう病院、先生、病院の先生にね、言うのか、もしくはお金がないから、あの、病院まで行けませんっていうのか、多分ね、あんま言わないと思うんですよ。本当に、その、既得状態の母親にね、お世話になった母親に、ああ、会おう、病院行こうと思った時に、多分、 それ言わないと思うんですよね。言いますかね、久保さん。病院の先生から電話かかってきて、お母様がちょっと今、交通事故にあって、大変な状態なんです。今すぐ来てくださいって電話かかってきた時に、いや、ちょっと時間がないんです、とか、今仕事中なんで、とか。たかはあんまり言わないと思うんですよね。うん。でね、この話には続きがあって、あの、なんだろうな。昔その、お笑い芸人ではなく、な、お笑い芸人だったかな。 なんかその、有名な人なんですけど、ちょっと忘れちゃいましたけど、そういう話があったんですよ。なんかインタビューかなんかで。で、その、歌手の人かなで、えあの、その、母親かおお父さんが亡くなるときに、まあその、多分、大きな仕事が入ってたんですよね。で、まあその、親とかにも言われてたらしいんですけど、 なんかし仕事を優先しろみたいなねでその人はあのー、仕事をね優先して仕事をやりましたじゃあこの 2, 2つのパターンから何が言えるのかっていうと本当に優先するべきことはどんな状況でも優先するってことですだ例えば一番最初の事例としては母親に会いに行くということが最優先事項だと自分が思えばどんな状況でも行くし 仕事が一番最優先だと。母親の死より、お父さんの死より、仕事を優先する。要は、目の前に来て,る来てくれてるお客さんを楽しませるということを、自分の人生の中で最優先にするんだったら、あの母親の死に目にも合わなかったとしても、目の前のお客さんを笑わせる、楽しませるということを優先するということです。だ結局、優先順位がどうなのかって話なんですよ。 だこれを、まあ、本気なのか、うん、なんちゃらって表すのかっていう本気で仕事してたら、多分、一番大事なことって、本気で仕事してるんで、あの、仕事を選ぶと思います。なぜならば、あの、お母さんとかお父さんとかは、いずれにせよ死ぬんですよ。自分も死ぬし。だから、そんなの死ぬわけですよ。だから、なんだろうな。まあ、ちょっと冷たいかもしれないですけど、 別に母親の死に目に会わなかったとしても、なんだ、目の前にいる100人、200人、もしくは300人、何万人のコンサートを開いてるんだったら、そのお客さんを喜ばせた方が、多分親孝行になると思います。これはまあ考え方次第ですけどね。いや、吉谷さん、いや、1万人の人を笑顔にするより、母親の死に目に会いに行った方がいいですよっていう人もいるかもしれないです。でもそれは、その人の優先順位ですから、うん。でもそれいいんじゃないかなと思いますね。 うん、僕はどちらかというと仕事が優先だったら、あの、そう、そういう状況でね、あの、例えばコンサート開いて1万人いてます。うん。じゃあ、1万人のね、あの、笑顔を作った方がいいんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、人それぞれですよね、考え方はで。まとめましょう。まず、優先順位ですね。自分がこの先どういう風な人生を送りたいのかっていう優先順位ですね。今の会社に行くことが 一番の優先なのか、それとも人生を変えるっていうことが一番優先なのか、そう考えると会社に行くことは優先じゃないかもしれないですよね。だってそこの、そこの優先にしてしまうと変わらないわけじゃないですか、人生が。うん。まあ、工場の勤務をずっとしている、セブンイレブンのアルバイトをずっとしていて人生が変わる可能性があるんだったら、別にそれは行けばいいと思いますけど、人生を変えたいという優先順位が一番。 もう完全なる、ぶち抜いて一番であるならば、多分その選択そもそもしないのかなっていう。だこれは孫正義さんの、えー、っと、なんだ、えー、ソフトバンクアカデミアの講演で、二者卓越っていう講演があるんですよ。で、あなたはどっち選ぶみたいな二者卓越ですね。人生においてはいろんな選択があって、その選択していかないといけない。じゃあ二者卓越、この状況下になった時、あなたはどういう選択をするのかっていう。すごくいい講義なんですけど。 だからまあ、その選択をする上で、何を優先順位、何を基準にして決めるのかっていう、その自分の人生の基準ですね。うん。これを明確にすることは大事だと思います。人生の基準ですね。いってらっしゃい。